皆さんこんにちは。今回私はテレ朝の夏祭りに行ってきました。7月20日から8月25日までやってますので、夏休みに家族で行ってみてはいかがでしょうか。初日に行って全部撮影してきたので最後までお楽しみください。夏祭りは A から H の8カ所の会場で開催されています。 D のヒルズアリーナと H の EX シアター以外は無料で入場できます。一部のアトラクションに参加する場合のみ若干のお金が必要です。では A から順に紹介していきます。 A のテレ朝本社ビル1階と2階では縁日のようなイベントが開催されています。では1階から順に紹介していきます。こちらがテレ朝本社ビルの入り口です。私は初日の11時半ごろ行ったんですが、食堂のある7階のフロアはすでに入場制限をしていて60分待ちでした。というわけで1階に行ってみます。この右側の列が7階へ行く人の列です。ドラえもんが出迎えてくれます。ドラえもんみこしがあります。とにかくドラえもんが至る所にいます。ピンポンカップインのゲームです。これは輪投げですね。小さなお子さんでもできそうですね。お隣は棒つかみゲームです。これは千本釣り、紐の先に商品がついてるやつです。これはコイン落としゲーム。メタメタおやつフィッシングは iPad で参加するゲームです。こちらはスマートボール。アラカンの私はとっても懐かしいです。今でもあるんですね。ちょっとインスタ映えしそうなおしゃれなスペースがありました。この小道の両サイドには夏の風物詩が涼しげに並んでいます。やっぱり夏といったら風鈴ですね。サマステスペシャルコラボカフェ。テレ朝の人気番組がカフェになりました。オリジナルのスペシャルコラボメニューやノベルティが盛りだくさんです。フォトスポットではお気に入りのキャラクターと写真を撮ったり、番組の世界に入って撮影ができるようです。お隣は昭和のお家を体験するゾーンです。まさに私の小学生時代を彷彿とさせるセットです。昭和は私にとっては太古の昔ではないんですが、子供たちにとっては大昔なんですね。ブラウン管テレビや学習机、こんなクイズまでできちゃうほどの昔だと思うと、なんか複雑です。博士ちゃん昭和タイムスリップ商店。赤電話も懐かしいですね。駄菓子屋さんの店先のようです。こういうレトロなゲームで遊んで手に入れたコインをお菓子と交換できるようです。ゲームができて駄菓子まで交換できたら子供たちは大喜びですね。こちらはマツコ有吉仮初め天国射的ゲームです。妖怪になった番組出演者たちを撃ち落とすゲームです。お隣はざわつく金曜日の工場クイズ体験ブースです。VTR を見て何を作っているところかを当てるゲームです。ここは大人も参加してクイズを楽しんでいました。ここは休憩スペースのようですね。これはバスケのシュートゲームです。こちらは J リーグシュートチャレンジ。スクリーンに向かってシュートをします。こちらはクレヨンしんちゃんオラたちのサマステ日記のコーナーです。コロコロバナナゲーム。クレヨンしんちゃんのキャラクターたちが出迎えてくれます。このネットの中はトベトベドローンゲーム。ドローンの操作は結構難しそうです。飛ばしているのはこんな小さなドローンです。クレヨンしんちゃんコーナーではこの他に本社社屋や毛利庭園に隠れている恐竜を探しに出かける探検ゲームもあります。
こちらは AI が紡ぐストーリー、おっさんずラブリターンズのコーナーです。こちらはスオクールゾーン、様々なクールアイテムが販売されています。首にかけるリングや帽子に入れるタイプもあります。冷え冷えですね。この先はテレ朝ショップです。テレ朝関連のグッズがたくさん並んでいます。では2階へ上がってみましょう。階段の踊り場から下を見下ろしてみます。あの辺に何かブースがありますね。あなたが出演、ミュージックステーション未来ステージです。タモリさんがいます。特設ブースでカラオケを歌う姿を最新映像技術で M ステで歌っているような演出で動画を作ってくれます。アイドルになりきれちゃって楽しそうですね。こちらはみんなでチャレンジデジタルスイスイスイミング、やってみようかな。よければ、はいはい、すいません。1位でした。こちらはテレ朝ショップポップアップ、入場制限をしていて整理券が必要です。本社ビル7階はレストランなどがありますが、入場制限で入れなかったのでホームページの写真を載せます。こちらはだんだんバラエティ食堂、テレ朝出演者やアナウンサーなども利用する社食でお祭りメニューを提供しているようです。社食のテラスではサントリー生ビール夏祭りビアガーデンをやっています。屋上庭園にはドラえもんスプラッシュ広場が出現し、水遊びができるようです。では次は外に出てテレ朝広場に行ってみます。すごい行列ができているのは各駅とコラボしたサイダーのお店です。青くて爽やかなサイダーを購入すると番組出演者とお揃いの缶バッジがもらえるそうです。こちらはブンブンカードです。エグジットのモータースポーツ応援宣言のアトラクションでラリーのドライバーになりきることができます。ブンブンジャーとコラボしたフォトスポットもあります。こちらのプレミアムウォーターブースでは試飲をやっていました。次は毛利庭園へ移動します。真夏の毛利庭園は木がうっそうと生い茂っています。生ビールの上りが見えてきました。毛利庭園には先ほど本社ビルで見たクレヨンしんちゃんのアトラクションのチェックポイントも潜んでいるようです。本社ビル7階にもあったサントリー生ビール夏祭りビアガーデンはこちらの毛利庭園でも開催されています。次は六本木ヒルズアリーナです。アリーナではヒーローショーや音楽ライブが行われています。優先券や有料チケットなどが必要なようです。アリーナの脇にはいくつか屋台が出ています。その先にあるのはメテオアリーナ、砂の中から宝石を探すアトラクションです。次はまた館内に入って大屋根プラザに行ってみます。エスカレーターで2階まで上がります。大屋根プラザに着きました。こちらではテレ朝グルメ横丁が開催されています。席が高床式の畳のようになっていてくつろげそうでいいですね。やみつきドラえもんドハマリキッチン、新日チャンピオン夏のプロレス飯、日本の夏ご当地グルメ屋台。次はヒルズカフェ66プラザです。稲葉チュールカフェ、リポシービタミンチャージステーション。こちらのブースでは無料でコインをもらってガチャポンをします。何が当たるでしょうか。さあお願いします。ここに入れればいいんですか。一番奥、はい、はい、緑、いい賞、こちらになります。はい、ありがとうございます。はい、こちらではお水がもらえます。あ、かわいい。はい、大丈夫です、ありがとうございます。結局このブースではリポソーム型ビタミンサプリメントの試飲をさせていただきました。そして先ほどのガチャポンでは試飲したサプリメントの3個パックをいただきました。そして私の一番のお気に入りの場所がここ、66ドラえもん広場です。いろいろな表情のドラえもんがいます。次はメタバース六本木です。こちらはメタバースなので会場は私たちのスマホの中になります。テレ朝の人気番組とのコラボブースをバーチャルで楽しむ企画です。専用アプリクラスターをダウンロードすれば誰でも参加できます。試しに私も自分のアバターアイラで参加してみました。
最後は EX シアターです。こちらは EX シアター六本木で開催されるイベントです。こちらは有料のイベントで、チケットはチケットピアで発売しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねお願いします。さようなら。